人間そっくりは、安倍工房の SF 長編小説。火星人と名乗る、男の訪問を受け、翻弄されるラジオ番組の脚本家が、自分の現在いる場所の現実が、空話の世界なのか実話の世界なのかわからなくなる、物語。吉街じみた男との会話の応酬から次第に、それに巻き込まれ、相手の狂気を証明しようとすればするほど、逆に自身の正当性に、 疑いが生じ、思わぬ事態に陥る、脚本家の苦闘をユーモラスに描いている。トポロジー理論を小説の主題の展開に応用することにより、人間の貴族本能に対する解剖学的所見を試みた作品である。1966年、雑誌、SF マガジン9月号から11月号に、前編、中編、後編の3回に分けて連載された。 単行本は翌年1967年1月15日に早川書房より刊行された。文庫版は新潮文庫で刊行されている。人間そっくりは短編小説死者とテレビドラマ人間そっくりから長編小説化されたもので、事前エッセイでの予告表題は人間もどきであったという。安倍公房は 人間そっくりの主題について、人間の胸につけるバッジ、さらには心のバッジとも言える、人間の貴族本能に対する意地の悪い解剖学的所見があるいは挑戦であるとし、トポロジー理論を単に飾りとしてだけでなく、テーマを展開させるための重要な手段として、小説の中に取り入れてみたと解説している。こんにちは、火星人というラジオ番組の脚本を書いている。 僕のもとに、活性人と名乗る男が訪ねてきた。奇妙な男は、僕のファンだという。男の妻だという女からの電話によると、男は退院したばかりの狂人らしかった。女は、自分が迎えに行くまで30分間、怒らせないように、穏便に話を聞いてやってほしいと、言った。突拍子もない事象、活性人の話に歩調を合わせながら、時々、 男が垣間見せる凶暴的な気配に怯えて、僕は答える。男は、ラジオ番組が打ち切りになりそうなことをなぜか知っていて、僕に、小説家への転業を進めた。すでに書き上がっている、人間そっくりという題名の小説の原稿を示し、猛雑誌社に、僕の著作として、売り込みも済んであると言った。小説に、火星協会の実名と、 ところばんちを入れて宣伝してもらうもくろみだと言う。僕のペンネームもこう出さるゆうと決めていた。僕がその話に少し乗り気になると男は急に原稿を引っ込めて慌てる小時はもらいが少ないと嘲笑し僕のプライドを傷つけた。男の妻はなかなかやってこない。僕の妻は男を団地の階段で見かけたことがあるのを思い出した。男は 団地の上の木沢橋の住人で保険の外交員らしく、強人保険というもののアンケートを妻に求めていたと言う。妻は男の部屋を探しに出て行った。男はその気配を察知し、うちの女房は強人だと言った。そして僕の妻についても自分が保険の外交員だという冗談を真に受けて、多額の強人保険の手続きを申し込んできたと言い出した。 僕は男の気弁に不愉快になりつつも翻弄され人間そっくりの原稿を読まされる。男は改めて自分を火星人と名乗り火星連邦政府より正式に任命された地球訪問施設のメンバーの一員だと言った。僕は男を正真正銘の基違いだとみなすが男は様々な理屈をこねて反証し出した。そして男の使命は地球と貿易協定を結び、 日本も火星連邦の仲間入りをしてもらい、火星人そっくりでなく火星人そのものになってもらうことだと切り出した。そのために先生に火星政府の代理人に出馬してもらいたいと言い、どんどん喋り続けた。妻の帰りが遅いので僕は男と一緒に彼の部屋へ行った。それが罠だった。部屋に行くと僕の妻は不在だった。僕は 男の女房という女と会話するうちに、つい腹を立ててしまい、男を弁護するようなことを喋り始めて、男と同じような理論を並べ、僕が火星人でないっていう証拠は、どこにもないと主張していた。シャワーを浴びに行ったふりをしていた男が、陰で、その会話をテープに録音していた。男と女は、よかった、先生みたいな、素晴らしい理解者に、お目にかかれて、と喜び、 突然、僕に襲いかかり、強作意をかぶせた。僕は焦り、火星の代理人を引き受けようと情報したが、男は、ダメですよ、火星人のくせにと言い、シャワーから出るおぞん臭い緑色の煙を、僕に浴びせた。僕の記憶は、その瞬間、切断された。気がつくと、僕は、精神病院らしいところにいた。そして毎日決まった時間に、医者と看護婦から、 ここは地球か火星か、君は人間か、火星人かという質問をされた。僕は、一万一この医者自身が、トポロジー神経症の患者だったとしたらと考え、どちらとも言えず、沈黙以外の答えを思いつくことができなかった。一体この現実は、偶話が実話に負けた、せいなのか、それとも、実話が偶話に負けた、せいなのか、僕はわからなくなる。 福島正美は人間そっくりを一種独特の構造と雰囲気を持っていると述べ、読者はそれに引き回され、めまいに似たものを感じないではいられない、ほとんどが会話と、とがきに近い状況を説明しかない小説なのに、状況そのものがくるくると二点三点して、何が事実で何が妄想なのか、その区別が次第に曖昧化していく。ついに人間とは何か。 火星人とは何かの概念規定までが失われ、すべては単にそっくりなものでしかなくなると解説している。高野敏美は SF 小説の人間そっくりにも他の作品同様に他者関係への安倍の関心が監視され、関係の構造の逆転という角度から読むことができる作品だと解説している。長野博士は安倍の仮説の文学という語を用い、 認識されないほど環境と事故が電子メディアに接続された現代という実際の世界を仮説の文学から説明するモデルだと指摘する。ありがとうございます。